本日はアッパレガヤ人の動きをチェックします。相模コッツさんとのオープン戦です。この日のガイアはレフト BC リーグ事務局長の鉄平さん、そしてセンターは守備が大好きの高見健一こと高見、そしてライトは私ライパチ、最近野球が楽しくて仕方がありません。この3人の外野守備機会を見てみます。ちなみにこの日のグラウンド両翼 80m ないくらいの狭い球場なので、この日はセンター高見中心に外野手は前目に守り、いかに後ろの打球に対応できるか、そんな課題を持って挑みました。まずはレフトへの打球、振りの強い打者が揃っていました。左バッターの捉えた打球でした。素晴らしいバッティングでした。レフト鉄平さん、このライナーに対し一旦前に来るも思ったよりも伸びたのか、すぐにリカバリーして最後はジャンプキャッチ。鉄平さんの性格そのものですが、球際の執念と粘り、それはすごく勉強になります。続いてセンターの高見です。内野との中間フライ、前目のポジションなので基本は外野が取りに行きますが、そのまま華麗にキャッチと。ちなみにこの動画の後半、軽やかな守備を生む秘密がグラブにありましたので話聞いてます。はい、そして再び鉄平さんの守備です。この日レフトに結構飛んできました。ピッチャーは兄貴に代わり、迎えるは左バッター、またもうまく打ってきましたが、今回は鉄平さん安定した切り返し。それにしても相模コッツさんの左バッターうまく打ってきますね。もちろんライトにも打球飛んできました。試合中1球を飛んでこないこともザラにあるので、非常に貴重な守備機会ありがとうございます。打席には左の3番バッターです。ちなみに他の左バッター逆方向飛んでましたが、こちらのバッター引っ張り傾向にありそうでした。というのも1打席目竹松のシンカーに対してこの反応、そして最後は引っ掛けてファーストゴロと。続いて2打席目は兄貴に対してのアプローチです。初球まっすぐに対してこのスイング、ちなみにこのスイングに対する1歩目よく見るとセカンド竹俣と同じような1歩目の切り方をしております。もうこの時点でかなりライト方向飛んでくるんではないかということは意識しておりました。そして追い込んだ後次のボールでした。予想通りライト方向来ましたが、この時何かが起きました。もう一度見ます。打ったのは兄貴のこのフォークボール、ほぼワンバンしそうなボールです。完璧に近いフォークボールだったんではないでしょうか。これを右手一本で払い、打球はライト方向、勢いよくドライブ打球に対して前にスタートし、一か八かのスライディング。オープン戦ということもあり、あえてチャレンジ、しかし 2,3 歩届かず、後ろに反らさないよう止めに行った結果画面走。その後詰めていたセカンド竹俣がカバーに回り、バッターランナーの二塁進塁は止めるという、そういうプレーでした。このプレー反省してみると、まあ、脚力は当然ながら結果論でもあるんですけども、ツーストライクからの兄貴のフォークボール、まあ、ワンバンでも振ってくれたら助かる、コントロールのいい兄貴が高めに行くことはまずないだろうと、そうした時にライトが頭を越す打球が来る確率は少ないだろうというわけで、投げた瞬間前目にスタートを一歩切るぐらいしていれば取れたかもしれません。まあ、すでに前目のポジションを取っていたのでなかなか難しいのですが、球種によるそのポジショニング、スタートの変化というのは今後も意識していきたいと思います。さあ一方センターの高見、センター前ヒットが来ればすかさずバッタランナーのオーバーランを刺しに行きます。華麗なプレー。一方ライパチ、ライトフライ、なんだか怪しい。しかしこの2人のプレー、いろいろ違いはあるわけですが、その一つの違いとして
グラブにも現れていたのでご覧ください。だグローブを握んないで撮ってるから。というとパッチのグローブは、うん、グローブを握るから、うん、ボール打った時にそう握るから、うん、ここにシワができやすい。グッて力が入っちゃうから、うん、そう、このライパチとタガミのグラブの違い、土手部分にシワがあるかないかです。よくグラブ好きの方も面の部分の作りを気にしていると思いますが、実は補給方法によってその違いが出てくるというのです。じゃなくて上手い人はもう握んないで当たった衝撃こう閉まる。あこれあポケットでもそう閉まんだ。そう、もう入るだけでも閉まっちゃうかと。これ俺握ってないから。あそう、うん、その打球の勢いで、そう打球の勢いキャッチボールのこう来た球の勢いだけでこうパーンってやるだけで勝手に閉まる。ここにあの余計なものができないし、うん、いざという時にこうパッて出したらパチンって入る。あ取りに行かない、勝手に入ってくれると。そう、取りに行かないし握らない。あグローブ、そうするといい形ができる。なるほど。それどっかで学んだの？最初握ってたんだけど、うん、やっぱりなんかこうできるじゃん、うん、山がポコって俺はないけどさ、うん、ポコってできて、でそこをやっぱ当たったりさ、なんか握る時になんか変な感覚が生まれるから、うん、どうにかならんかなって思った時に、まあ上手い選手のグローブとか見たらやっぱないし、はい、なんでかなってこう見て、やっぱヤマトとか上手かったから。でもやっぱ内野手ってさ、うん、基本的にこう握って投げないね、握って取ってから投げるとかしないから、うん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 、閉じないよねグラブ。そう閉じないで全部こうやってやるから基本できないんだ。そうそうそう、まあ、でも外野も一緒ってこと。そうそうそう、基本はここで取ってるから勝手に閉まるもんな。そう勝手に閉まる。はい勉強になった。兄貴が本を出しました。野球投手編成をかけた究極の一冊。ピッチャーもバッターも読む価値ありです。現在 Amazon で予約受付中。11月22日、いい夫婦の日に発売でーす。さらに徳さんのバッティング編、守備編も現在発売中。野球人の成長の一助に。ライパチも本出したい。